ただいまの時刻5時40分です。まだ結構薄ぐらいので、とりあえずちょっと腹ごしらえをしようと思います。ゆうべですね、ビーコさんが作ってくれたおにぎりを食べて、ちょっと腹ごしらえをしてからですね、準備を進めていこうと思います。ありがとうございます。はい、それではおはようございます。ただいまの時刻6時26分になります。ポイントまで越えてきました。かなり湿度が高くてですね、ムシムシして暑いです。今日はですね、中潮で満潮が確か9時ぐらいですので、上り潮ですね。で、風は今のところ無風で、12時頃に2メーターぐらいの風が吹く予報になっております。それまではですね、割と穏やかな、海峡となってますので、のんびりですね、久しぶりの釣りになりますので、安全第一で楽しんでいきたいと思います。はい、それでは早速ですね、大掃除具の方としていこうと思います。水深が 25メーター、水深が25メーターですね。落とします。魚影は何もないんですけど、駆け上がりなので何か当たればいいかなって感じですね。昨日ビーコさんと桜島のそこの通りを通ったんですけど、松林がなんか枯れてて紅葉じゃないよねっていう話をしてたんですけど、はい、本日2投目何か来ました。幸先いいですね。なんかな、結構いくよ。そこら辺だったから根魚かな。おお、結構いく。いいですね。とりあえず坊主回避となればいいのですが。ロープに引っかかった。まさか。嘘でしょう。嘘でしょう。潜られたってことはないと思うんだけどな。お、取れた。やった。結構でかいよ。ほら、あ、来た来た。お、でかっ。あ、引っかかってたんだ。やった。最初から結構でかいぞ。よいしょ。はい、ゲット。それではですね、このいつものちっちゃいクーラーボックスに直します。よいしょ。クーラーボックスを買ってもいい許可が出たので、ちょっとね、いいやつを購入したいなとは思ってるんですけど、ちょっと風が出てきました。ただいまの時刻6時48分、平らボートしてみようと思います。何も来ないし。平らで何か当たりました。何全然いいかね。もうちょっと引いた。なんだろう、黄門旗。まあサイズの黄門旗ですね。これはキープかな。持って帰りましょう。平場で当たりがありました。
結構さっきと同じぐらいのサイズかな。ベラ、え、何これ、あ、エソか、エソでした。エソかって、すっげえ雷鳴ってるんですけど、うわ絶対落ちたでしょ今の。おそらくこっちには雨は来なそうなので、え、でも来そうだな。一旦避難しようかな。天気予報を見たらですね、雨雲はこっちに来なそうですので、ちょっとエギングやってみます。すげえ流れるな。雨が降ってきましたのでちょっと避難しようと思います。相変わらずの土砂降りですけど、あそこら辺ちょっと青空が見えてきましたね。雨が止みましたので釣り再開します。ちょっと風が出てきたな。12時ぐらいまでは風のない予報だったんだけどな。ピピピ、平らで何か来ました。お、結構引くよ。また大物肌かな。平らはいいですね。結構釣れますね。なんかな。お、あ、大物だ。やったね。オッケー。大物肌ゲッツ。何か来ました。8時25分。多分。大物旗かな、なんか当たり的にもわーんって感じの当たり。これはエソ、全然大物旗じゃねえし。ただいまの時刻8時40分、水深が60メーターぐらいのところに来ました。さっきまでね、すごい天気悪かったんですけど、なんか嘘みたいにですね、天気良くなって無風になりました。なんだ今日の天気。ルアーの方が当たりがなくなりましたので、餌釣りでですね、遊びたいと思います。で、本日はキビナゴ持ってきてますので、キビナゴをですね、あららら、こんな感じの、簡単な仕掛けにつけて落としてみたいと思います。よし、で落とします。来ました。あ、取れた。せっかくでかいの来たのに、まあしゃあないな。なんか小物が来ました。あ、ちっちゃい、ちっちゃすぎる。ちっちゃ。当たりがなくてかなり熱いです。ベタなぎですね。熱っ。なんかムシムシしてるし。で、水深20メーターの浅場に来てます。いいサイズ。よっしゃ。よし。ゲッツ。結構いいサイズですね。オッケー。なんか来ました。キビナゴに。めっちゃ引くぞ。あ、思うかな。ネイゴだ。
浅すぎますね。これは逃がしましょう。キビの方に来るんだ。いい、来ました。10時47分キビナゴに来ました。大物買ったかな。お、見えてきた。大物買っただね。よっしゃ、これは持って帰れるかな。11時10分まあまあ引きますね。おお、結構大きい。よいしょ。お、結構大きくない。11時49分キビナゴのあたりです。キビナゴのあたり。おお、いいね。結構いいサイズですね。 OK。12時13分平場に来ました。こういいサイズかもしれない。慎重に巻きましょう。うわ、すごい、なんか重量感めっちゃ重たいんだけど。あ、すれがかりか。だからか。逃がしましょう。このサイズは。よいしょ。ただいまの時刻12時32分です。当たりがないので、今日はこれで引き上げようと思います。予報では昼前後に風が吹く予報なんですけど、まあ今のところ全然ベタなぎで、まあやろうと思えばまだできるんですけど、洗濯機が壊れてですね、洗濯機を佐川急便に取りに行こうかなと思いますので、ちょっと早めに切り上げてですね、片付けなんかをしておきたいと思います。はい、それでは自宅からになりますが、これからこの魚たちをさばいていきたいと思います。こっちの大物旗、一番大きいのとちょっといいサイズぐらいを、刺身にとって、あとは煮付けにしようかと思います。こっちの列はですね、はい、それではやっていきます。Time pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then.
so much easier than. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easy.